事故があったのは月形町の国道275号です。午前8時前、路線バスとして運行しているワンボックスカーと対向車線を走っていた乗用車が正面衝突しました。この事故で路線バスを運転していた60代の女性が足を挟まれ重傷です。また、バスに乗っていた男子高校生2人と50代の男性、乗用車を運転していた20代男性が軽いけがをして病院に搬送されました。 当時、路面は凍結していて警察はどちらかがスリップして対向車線にはみ出した可能性もあるとみて事故の原因を調べています。